同じ方向から夏、あたご山は、宮城県仙台市大白区高山にある山である。山の名は山上にある、あたご神社に由来する。かつては、向かい山とも呼ばれた。標高78メートル。あたご山は、仙台市都心部の南、広瀬川を挟んで右岸にあり、川と平行に東西に尾根を伸ばす。この東西方向で傾斜が、比較的緩いが、西側は、 広瀬川の極流部の外側であるため、侵食を受けと傾斜が急であり、北側は広瀬川に極流部の内側であるが、貸し岸球の断球崖となっているため傾斜が急である。断球外下には断球面があり、人家がある。江戸時代には北山五山の寺社等と並んで庶民が仙台城下町を見下ろせる場所であったが、現代では都心部の高層ビルで、 地平線が区切られ、ビル街の北までは見渡せない。山の東端は、広瀬下半通りを作った時に切り取られた。この道路は、北につながるあた大橋を渡って都心部に通じる。山頂の東側にあた神社があり、東から石段を登る山道がある。他に、車が登れる坂道が、南側から回り込むように付けられている。 山頂の西側には大満寺という寺院があり、山の南から登る。大久保八地という谷を挟んで南に大都市寺山がある。あたご山頂にあるあたご神社からの景観。仙台市都心部の高層ビルを一望することができる。あたご山の東の麓には小さな円墳が二つ、あたご下切り道史古墳と大久保八地古墳があった。北斜面と南東斜面には、 7世紀に横穴墓が多数作られ、あたご山横穴墓群という、急斜面の横から岩を削って掘り込み、内部に1メートルから3メートルほどの空間を作り、次々に人を埋葬したものらしい。中世まで大久保谷地を通って、当時は荒れのだった今の仙台市都深部を通過する道がよく使われた。16世紀前半に京塚が築かれ、1931年に、 発掘されて、あたご山京塚と呼ばれた。江戸時代にあたご神社が山上に建てられ、京が峰から国造堂が移転してきた。あたご山は欧州街道から外れていたが、開永5年に立ち寄った吉田松陰など仙台を訪れるついでに登る人も多かった。ここから仙台の街が展望できたためである。現代の観光客は青葉山から、 仙台市街を見下ろすが、そこは仙台城本丸であるから、江戸時代に一般人が立ち寄ることはできなかった。5月の丹後の節句には、町に林立する上り旗を眺めるために上る人がいた。仙台藩ではこの日に武家が上りを上げることを禁じていたので、上りは町人町に沿って列をなした。茶店で売る河原家の平皿を、 山城から広瀬川に向けて投げる遊びがあったが、川に届く前に落ちてしまうのが常であった。明治時代の鉄道昇華の中では、有名な大和田武木作氏の1900年、地理教育鉄道昇華第3集で、あたごの山の木に青く、広瀬の川の水白し,しと、同年の鹿間人氏通作し、地域鉄道昇華第1集でも、蝶もつきぬ、あたご山、山格好空高くと歌われた。 展望は、市内第一との表は、昭和に入っても変わらない。アタゴ山は1934年11月に19.78ヘクタールを持ってアタゴ風地地区に指定された。仙台の市街が拡大し、アタゴ山のふもとまで住宅が建てられると、斜面の横穴は民家の物置に使われた。第二次世界大戦中には、防空壕に転用されたものもあった。 こうした転用で多くの遺物、遺骨が失われた。さらに後には宅地造成のために壊されたものもあった。1970年代に広瀬下半通りが建設され、あたご山の東の尾根が削られた。1976年にはあたご大橋建設に伴う道路工事であたご山装飾横穴古墳が見つかり、緊急発掘の後取り壊された。ありがとうございます。